女子プロレスファンの皆さん、ご機嫌いかがでございますか。いよいよ今日からジャパングランプリ86新しいシリーズが開幕いたします。今日はその開幕第一戦、大阪城国際文化スポーツホールであります。本当に素敵なホールに満員のお客様をお迎えしておりまして、いかにも開幕第一戦らしい華やかな雰囲気が漂っております。早速放送席ご紹介してまいります。まずデイリースポーツ運動部の宮本久夫記者でございます。宮本さん、はい、大阪城ホールは本当に立派ないい体育館ですね。本当に素晴らしい体育館ですね。はい、まあ、ここで開幕戦をね、はいはい、行われて非常にいいことですね。そうですよね。選手もですね、何かこの大阪城ホールで開幕第一戦ということで、先ほど控え室に行ってみましたけどもね、みんな張り切ってますよ。はい、気合の乗り方も違いますね。そうですね。一ついい試合を見せてもらいたいと思いますが、さて今日のお客様でございます。まず桑田靖子さんでございます。こんにちは。よしこちゃんはいよいよ社会人ですか。はい、そうです。高校卒業しまして、なんかもうそれだけでもドキドキしてますけど。なるほどね。今日はすっかり楽しみに来ました。そうですね、はい、社会人になってまず何かこれといったあれがありますか。そうですね、目標ですか。やっぱり今年は歌の方にね、はい、力を入れて頑張りたいと思います。なるほど。はい、5月の1日には新曲も出ますし、5月の17日東京のヤクルトホールでもコンサートやりますし、ね、そうですか。はい、ぜひ見に来てください。はい、もうこれから勉強しなくていいんだから、いただけやればいいんだから、ね、頑張ります。頑張ってください、はい、ね。そしてもうお一人でございます、夏木豊さん。はい、こんにちは。どうも。夏木さんは本当に今忙しいのによく来てくださいました。いやいやいや、そういうまた、そう言われると偉いスターになったら気になりますけどね。いやいやいや、本当に僕自身花の上野の武道館以来です。はい、武道館のあの時にゲストで夏木さんにはね、はい、大きな会場にだけね、来ていただいてるんですよ。この何屋の街でね、またこの勢い、より以上勢いのあるね、より以上ね、はい、この女子プロのまた遠慮芸能人夏木ですね、はい、身につけて帰りまして、何かね、さらに桑田靖子と共にですね、競馬と女子プロレスがもう今やね、夏木さんでね、そういえば顔がちょっと長くなったかな。あれなんて。まあはい、今日も一つ愉快に ね、 そうですね、応援してください、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということでございましてね、さてそれではですね、試合の前にまずファンの皆さんにはですね、クラッシュギャルズの歌からお聴きいただきたいと思いますね。We'll be right back.
いや本当にあの長谷川選手もですね、膝の具合がすっかり良くなりまして、今日は国内復帰第一戦ということなんですけども、表情も明るく歌を歌ってくれました。さあそれではまずこの試合からご覧いただきましょう。大阪城国際文化スポーツホール、大阪城ホールからお伝えいたします。全日本女子プロレス選手が入場してまいりました。まず全日本ジュニア選手権を迎えております。今青コーナーの花道を通って宇野久子であります。宮本さん、はい、宇野久子も大したもんですね。デビューして間もないこの時期に早くもジュニアのベルトをかけた一戦ですもんね。本当にあのタイトル 初挑戦ということで、ね、はい、まあ、本人もプレッシャーはあるでしょうけどもね、思い切りあの若さをぶつけてほしいですね。そうですね、はい、まあ、去年の新人の中では現在最も充実している実力派と言われております宇野久子、今日はコンドル最強に挑戦する一戦であります。そしてチャンピオンのコンドル斉藤、周りを極悪の若手に囲まれるようにいたしまして、チャンピオンベルトをお腹に巻いて、今コンドル斉藤が赤コーナーから登場してまいります。試合に先立ちまして、富士トレジロン賞より両選手並びレフェリーに花束が贈られます。まず試合の前、花束が両選手に贈られております。まあ、このジュニアのチャンピオンベルトはいかにも精神を表すにふさわしいといいますか、明るいブルーなんですけどもね、このチャンピオンベルトをめぐりまして、果たして今日はどういった一戦が展開されますか。今チャンピオンベルトが返還されております。ご覧のようにいかにも若々しい感じのチャンピオンベルトであります。コーナーで緊張した表情、宇野久子、そして上田慎二コミッショナーから、この試合が正式に全日本ジュニア選手権であることを認定するという、今認定書が読み上げられております。さて氏家リングアナウンサーが今正面に立っております。ただいまより全日本ジュニア選手権試合20分1本勝負を行います。赤コーナー全日本ジュニアチャンピオン140パウンド、コンドル斉藤。極悪にあってナンバー3、さやかに献身いたしましたコンドル斉藤。青コーナー挑戦者120パウンド、宇野久子。女子プロレスの将来をそっぺたしっかりと目されております宇野久子。さあこの一戦は本当に夏木さん、はいはい、面白い一戦になりそうですよ。そうですか、はい、この、はい、宇野久子という選手がですね、はい、去年の新人の中ではもう文字通りナンバーワンなんですね、はいはいはい、そして先輩の、はい、今度の斉藤なんですけども、どうでしょうかね、力としては今やもう五分と五分という見方をしてもいいんじゃないでしょうか。なるほどね、はい、見た目の貫禄はもうやはりこうチャンピオンなしですからね。そうそうそう、ね、そして今チャンピオンの今度の斉藤が先制候補してやります。さあロープに振って、まあ、あの今今度の斉藤が先制攻撃を仕掛けましたが、この辺りでも宮本さん、やはりあの今度の相当ですね、気を引き締めていかないとという感じが出てますよね。そうですよね、もう最初にあの口をかけましたね、はい、そして今度の斉藤はですね、柔軟な体を持っております。今のブリッジなんか鮮やかなもんであります。一方宇野久子は新人にはちょっと見えないような非常にうまい駆け引きを持っております。しかも体力は抜群であります。コンドル斉藤と宇野久子の20分日本勝負、全日本ジュニア選手権が開始されました大阪城国際文化スポーツホール。今日はアストロビジョンでも場内にこの試合の模様が映されております。まあ、あの実際のリング上の試合と、それからアストロビジョンでですね、部分的に拡大されました、こういった画面を楽しみながら選手たちが
そして、場内のファンが今日のこの一戦を楽しんでいるわけであります。さあ宇野久子どうです。しかしジュニアのチャンピオンベルトを持っております今度の斉藤、これまた大きく成長しております。今日安子ちゃんね、はい、チャンピオンベルトを持っている今度の斉藤ですけども、はい、なかなかあのユニークな衣装というのかな、ね、ね、形ずつちょっとずつ違って、そうそう、なんかもうそれだけでも見てるだけで怖いなと思うんですけどね。でも2人ともすごい気合が入ってますね今日はね、うん、まあ、かつて、ジャガー横田というね大変、強い選手がいまして、現在はコーチとして若手の指導をやっているわけなんですけども、あらゆるタイトルを総なめにしたこのジャガー横田が、まあ、あの引退の時に振り返って一番嬉しいタイトルは何でしたかという記者団の質問に、ジュニアのチャンピオンベルトを取った時だということを宮本さん言ってましたですね。本当ですね、はい、あのちょっと意外でしたけどもね、やはりあの初めて の, あのチャンピオンベルトっていうのがね非常にやっぱり印象的なんですよ ね, ね、まあ、このジュニアのチャンピオンベルトが登竜門ということも言えると思います。そういった意味では今度の斉藤はぜひともこのベルトを守りたい、そして宇野久子はこれを取ってまた大きく成長したいという今日の一戦であります。さあ場外戦にも連れ込みました。今度の斉藤がやはり場外に誘ったような感じがあります。場外ですとこの今度の斉藤のもんであります。ご覧のようにね、すごいすごい影武者軍団が出ました。あっという間に挑戦者の宇野久子に襲いかかっております。いやー第2の場内戦エスカレートしておりますが、今さっと今度の斉藤が中に入りました。そして宇野久子も追うようにいたしまして中に入ってまいりました。序盤戦ですけども宮本さんどうご覧になりますか。そうですよね、やはりあのコンドルがね、はい、積極的に攻めてますね、はいはい、やはりあの挑戦者ですからね、宇野はもっとあの頑張ってほしいですからね。なるほど、これだけ大きいところでやることだけでも緊張しちゃうのに力出すのってでも大変でしょうね。そうでしょうね、やはり大阪城国際文化スポーツコール、まあ、現在はですね本当にもうナンバーワンと言ってもいいようなね室内体育館でやります。この綺麗な室内体育館でジュニアのチャンピオンベルトをかけました一戦が戦われております。カウントが2つ入りました。まああの宇野久子の自力かあるいはしなやかなチャンピオン今度の斉藤のですねブリッジかということに宮本さんなりそうですね。はい、そうですね、はい、やはりあの斉藤の方はねあのそれだけのキャリアっていうのがありますからね、はいはい、試合運びの方はもう斉藤のペースですよね。そうですね、まあ、試合始まってあまり時間が経っておりませんが、ここまで見ている感じではやはり今度の斉藤に1日の長があるようであります。まあ、極悪同盟の中にありましてはこのコンドル斉藤はちょっと異色の存在というんでしょうかね。 あんまりね、はい、表立って強気攻撃なんかはしないんですよね。あ、そうですか、はい、やはり自分 の, あの体の動きといいますかね、はい、技で試合を進めようとするタイプなんですね。同期は誰なんですか。同期はね、長堀和也ですね。あ、そうですか、はい、ですからなかなかこの期はね、はい、やはり優秀な人材が揃ってるんですね。なるほど、はい、まあ、あとはあの加藤悦子というね、はい、新人賞を取ったなかなかあの素質のある若いんですけども、この人が辞めちゃいましてね、したがって同期3人だったんですけども現在は2人になっております。ようやくしかし宇野久子の方もね何かあの背中の方に赤みを帯びてまいりました。まあ試合はこれからといったところでしょうか。しかしジュニアの選手権は20分1本勝負であります。やはりあの宮本さんね、じっくりとグラウンドで今度の斉藤が攻めてますので、宇野久子としては本来 の, あの豪快な動きというかドロップキックなんか封じられてましてなかなか出ませんですね。そうですね、ようやくしかしこの宇野久子、ボストンクラブの体勢に入りました。さっと体重を落としまして、これは今度の斉藤としても相当苦しいところであります。まあ、この辺りの攻撃が鮮やか迫力十分といった感じです。
まあ、あの初タイトル挑戦、そして、まあ、こういうビッグ会場の第一試合ですからね、はいはい、やはり最初はちょっとあの自分のペースがつかめなかったと思うんですけど ね、 ね、今なんかもね、必殺のドロップキックを見せたんですけども、鮮やかにかわされております。そして今度の斉藤、トップロープから今一回転、あーっと今のは宇野久子ね、拍手をするのが早かった。あおっと今度は宇野久子が行く、あーしかし落ちました、あー途中で落ちましたね、スリップいたしました。そしてもう1回ロープに振りました。さあ今度の1回戦どうか、ラインボディアタックか、ようやく宇野久子豪快の動きを見せ始めました。ブロック、これは強烈カウンター、2発でやります。さあ3連発いった、3連発いきました。そして4連発でやります。これが宇野久子の得意技の一つ、そして抱え上げました。さあ宇野久子がようやく自分のペースを掴んだようであります。上からいった、あすごいす、これがあるんでね、これは決まりません。安子ちゃんとね、夏くんが思わずすごいという声を上げております。なかなか今度の斉藤相手では難しそうであります。今度の斉藤という人は体が柔らかいんですね、ですからなかなか抑え込むのが大変です。まして新人の宇野久子、キャリアが違います。しかしまあじりじりっと宇野久子がですね、持ち前の力で圧倒し始めましたね。本当ですね、はい、今左手をですね後ろの方に絞ってます。あそして今度はこれは検討ね、はい、翔さんも検討、あの宇野久子の方が検討してるって感じじゃなくて、もう今的には、今ね押してますよ完全に、力で押してますよね、はい、コンドルさんだんだん手の色がそうね、はい、まあ、こういったあの技を仕掛けますとね、やはり体力があるだけにコンドルとしてはね苦しいと思いますね、はい、腕の太さが全然違いますね。そうさあちょっと心配そうに今エプロンの方に乗り出すようにいたしまして、極悪同盟の若手たちがじっと先輩コンドル斉藤を守っております。ようやく試合は宇野久子のペースになってまいりました。序盤戦を押されておりました。うまいコンドル斉藤の動きにしてやられた感じだった宇野久子であります。しかしまたコンドル斉藤逆襲です。今度は足を固めました。相当苦しそうですね。顔を真っ赤にいたしまして手をロープに伸ばそうとしております宇野久子、しかし完全に抑えられております。足を固められてしまいました。さあ今度は今度の斉藤、髪の毛を掴んだ、そして顔面攻撃であります。大阪城国際文化スポーツホール、今日は第一試合ジュニアの選手権チャンピオンの今度の斉藤に宇野久子が挑戦する20本1本勝負、試合はまず互角であります。さあ今度は宇野久子、おっと体勢が一転、足が飛びました。鮮やかなキックであります。得意技が出るか、さあ三日月蹴りが出た、これが得意技、カウンターであります。カウンターキック、三日月蹴り、今度はどうでしょうか、また出ました、綺麗に入っております、的確に捉えております。さあどうフィニッシュに持っていくか、レッグリカードロップ、思わずうまいなという夏木隆さんであります。おっとエプロンに逃れました、エプロンに逃れた宇野久子であります。思わず力が入ります。ジュニアの選手権挑戦者宇野久子、しかし今日はさすがにコンドル斉藤、うまさを見せてますよね宮本さん、本当にですね、まあ、今のあの攻撃からねネックリカードロップへ行って、はい、ちょっとあの抑え込みに入るタイミング悪かったですけど ね、そして今はですね宇野久子のボディースターズを切ってましてね、ちょっと苦しそうになりました。まあ、問題はスタミナってことになるんでしょうが、しかし今度の斉藤もなかなかしたたかなスタミナを持っております。さあまた先手を取っておりますのが今度の斉藤だ、挑戦者宇野久子、ちょっとね相手に攻められております、後ろに落としました、ショルダー風であります。そしてそのまま抑え込みに入る、これがうまいんですけどもね、宇野久子やはり十分に警戒しておりました。まあこの辺りのクラスですとやはり宮本さん最終的には抑え込みの勝負ってことになりますよね。そうですね、はい、やはりタイミングよくね、抑え込めるか、そしてそこまであの追い込めるかですよね。そうなんですね、
さあ後ろに落とします。まだ抑え込みにはいきません。どういったタイミングで抑え込みに入るかであります。もう一回後ろに落としました。そして抑え込みに入った。さあどうかどうか、カウントが入る、カウントが入る。そうこのままいくか、このままいくか。フリッツで流れた、フリッツで流れた。またいった、カウントがどうか、カウント今度入った。いったいった。うのうさこ、うのうさこ、うのうさこが今度の最高を破りました。これは鮮やか、これは鮮やか。今夜のチャンピオン大会に初挑戦、見事に金メダルを挑みました。意外な結果ではないですか、宮本さん。いやもう驚きましたね、はい、本当に1年を経てね、はい、タイトル初挑戦で、この大阪城というこんな大きなビッグな舞台でね、本当にベルト取っちゃいましたからね。そうですね、すごいすごいことですよね。はい、初挑戦で私は無理なんじゃないかなという予想をしたんですけども、驚きましたね。師匠さん、今の状態から、はい、来るんですか、スリーカウントね。え、力ありますね。谷のやはり自力っていうのが、ねえ、那須子さん、怖い、すごい、ねえ、安子ちゃん、どうですか。あれだけのブリッジをもう、ね、抑え込むっていうのはすごいですね。いや、冒頭的にしてゲストのお二人がもうね、唖然とした感じであります。それにしても宇野久子、本当に見事なことであります。今、認定賞が授与されようとしております。人形嬉しなき宇野久子、嬉しいでしょうね。とにかく去年の新人ですね、宮本さん、本当にね、はい、いや去年新人賞を取って、そして今年は早くもジュニアのチャンピオンベルトを取りました。まさに韓国候補生の宇野久子。フジテレビからね、今表情とそれから盾が送られました。改めて今本庄ゆかり、宇野久子の男性を高々と上げております。大阪城国際文化スポーツコール全日本ジュニア選手権、見事に宇野久子初挑戦で認めました。大したもんです。今ね、ワンルームの大家さんが増えてます。ワンルーム、ワンルーム、ワンルーム、杉山のワンルーム経営。ワン、ワン、ワンルーム。そう、ワンルーム経営は形でなく内容なのです。内容とは、じゃーん、だから安心。ワンルームマンションは杉山。見てごらん、飲んでごらん、シンガーおいしい、レッドミックスニューカプリソーネ。I'm singing in the rain, just singing.街の遊撃手、いすず FF ジェミニ。メントス、噛めば美味しいミントキャンディー、メントス。リコイスミントも新発売。ソニーの宣伝部に言いたい。このビデオが高画質であるわけが、この広告に書いてあるわけだけど、もっとわかりやすく書いてほしいね。高画質ビデオを選ぶときお役に立つマークです。ソニーベータマックス。ソニーのお店へどうぞ。かっこよく生きるもいいし。ただいま買いに来たね。ウイスキーの小物など差し上げております。もう一つ買いに来た。3月、4月、5月、紫外線が増えています。日焼けによるシミ、そばかすに、資生堂 UV ホワイト。青春は、青春は、青春は15歳からの保険、日生ジャスト新発売。クリコのアイス、三角形の法則は、三角割る三角割る三角、勝ちる三角イコール、ルリコ三角正解。
スプロレスは86ジャパングランプリ新しいシリーズを迎えております。そのハロピンの一戦です。大阪城国際文化スポーツホール、これから30分一本勝負6人タッグマッチが行われます。思わずはっていう今驚きの声であります。登場してまいりましたのはなんとブルー中野であります。なるほど、髪の毛をブルーに染めましたですね。いやあれ多分ね、はい、カツラだと思いますよ。そうかもわかりませんね。大阪遠征のですね、なるほど、向こうであのなんかカツラをですね9つぐらい買ってきたんです、ね、あそうですか、はい、まあとにかくこの新しいシリーズから一新した何か戦いを見せると解説の岩本さんにも約束したそうであります。古中のさあ赤コーナーから選手が入場してまいります。先頭を切ってコロナが何か雰囲気が変わっております。長友かなと、そして小松美香、最後はデビルうまさみであります。デビルうまさみの入場でリング上また一段と華やかさを増しております。ヘアスタイルが変わったんでしょうか、何かモダンな感じになりました。長友かな子、そして相変わらずの人気です小松美香。デビルマサミです。ヤスコちゃんはこのデビルマサミを見てると何かプロレスを見てるなという気がするんですね。そうですね、顔を見てるだけですごいとかって思っちゃいます。なるほど、はい、イメージをすっかり変えましたブルー中野。例によってヌンチャクはしっかりと持っております。そして日本に初めてやってまいりました今スレイマが紹介されておりますメキシコのレスラーであります。昭和53年55年と過去2回日本にやってまいりました。したがって今回が3度目の来日ということになります。寺サラマが今紹介されております。まあブルー中野がですね寺サラマそれからスレイマという外人2人をね引き連れて今青コーナーということになるんですけども、当然まああの、これが初めての試合ですからブルー中野がほとんどあの青コーナーは中心になって戦うと見ていいんじゃないですか、ね、そうでしょうね、やはりまあ、メキシココンビ、日本のマット、まあ、サラさんにしてももう6年ぶりぐらいですからね、はいはい、やはり今のマットではちょっと馴染めないでしょうから、そうですね、まあ、ブルーはもうやっぱり先頭に立ってもしょうがないですね。今ボスの貫禄も十分にデビルマさんにですね、クイッ、つくような感じでね、早くも試合前やってますよ。はい。さあ、いきなり一旦キックが飛んだ。いやメキシコのレスラーでありますが、なかなか荒っぽいようですね。さあ、この2人を相手にするか。デビルマさんに、さすがに貫禄でやります。さあ、体当たり。いや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 、これはどういうことになるのか。さあデビルマサミが行った。しかしこのメキシコのですねレスラー2人は何か同じようなタイプで見分けがつきませんですね、宮本さん。そうですね、全く同じコスチュームですから、ね、はい、さあ今度はデビルが飛ばされております。ああ今度はメキシコ勢2人がデビルに勝っていきました。さあ何か試合が始まったばかりなんですけどもね、メキシコ勢2人がもうね徹底して出たキリであります。これは6人タッグマッチなんですけどもね、2人一緒にリングに登場したらいけません。メキシコ流というんでしょうか。今ブルー中野がロープから飛んでおります。ああやってますね。何か1対3という試合になってしまいました。さあデビルマサミが今ロープに飛ばされた。これは強烈だ。ネットリカードロップに持っていきました。そして小松美香の登場であります。さあブルー中野と小松美香強烈ヘッドアタック、ヘッドバットが飛んでおります。
橋、宮本さん、メキシコの2人なんですけども、メキシコ流の試合というんでしょうか、とにかくあのタッチなんて関係なしに出てきますね。そうですね、これをなんとか本庄ゆかりレフェリーがしないことには、ちょっと青コーナーはねめちゃくちゃな試合ぶりと言ってもいいんじゃないでしょうか。そして浜津美香に対しまして、おっとこれが日本に初めてやってまいりましたスレイマーですね。スレイマーですね、スレイマーもですね、はい、メキシコのマットのルールでやってますからね、だから日本のマットのことがちょっとやっぱよくわからないんですね。はい、そうですね、そしてこのスレイマーに対しまして、長友かな子、あーっと何か出ました、ヌンチャクが出ました、早くもぶる中のヌンチャクであります。あー、ヌンチャクを出しましたね。いやー、ヌンチャクでそのまま取り継いであります。そしてボディに一発、宮本さん、ブルー中野のあのブルーの髪の毛なんですけどもね、はい、どうですかあれ、やはりカツラなんですかね、やはり染めてるみたいですね、あれは染めてるんですね、あれは染めてますね、はい、さっきあのですからカツラを取った後もですね、今までの金髪だったんですけども、はい、どうやらブルーに染めたようですね、そうですよね、はい、うん、なるほど、まあ、あのブルー中野っていう名前もですね、考えようによってはブルー中野っていうのはいいことになりませんからね、イメージとしてはぴったりですよ、はい、さあヌンチャクをまた例によってうまく使っておりますブルー中野、そして、はい、そして今度はですね、これがセラ・サラマですね、はい、もうあのちょっとメキシコの2人はですね同じような感じ、強いて言えば髪の毛が違うのかな、色がね、これ大ベテランですか、もう大ベテランなんですね、はい、思ったんですけどね、ブルー中野がダンプのために飛んでる時もこうやって改めて髪の毛出てきて、えらい貫禄ですね今、そうそう、ねえ、まあ、いずれもダンプの座を狙うので、ね、十分なあの貫禄を最近、増してきました、あのローブのところに立ってても仕切ってるという、もう前からがね負けてませんよ、はい、ねえ、極悪同盟はダンプ松本、そしてブル中野、この2人が今充実しきっております。バーッとキックかと言いました、何かあのメキシコのレスラーというのは厚みがあるんでね、一つ一つの技が相当に、特にあの長友なんか見てますと効くんじゃないでしょうか。そして今ブル中野が登場してまいりました、さあロープに振られました、おーっと長友かな子反撃だ、この辺りが長友かな子、右手を切りつけやります、顔面を今マットに近づけております長友かな子、そしてデビルの取り合いをトップロープに上がった、そしてデビルの取り合い、強烈な今にアタックを見せております、さあどうか、大きなブル中野をブレンバスターに持っていった、強烈なブレンバスターが入りました、そしてカウント2でやります、あーさっと行ってまいりましたのがメキシコ勢であります。今日はブル中野、メキシコのレスラー2人を従えております、青コーナーです、あーデビルの攻めが起こった、デビルの攻めが起こった、さあ3人一緒に勝ってこい、そういった感じ、軽快なフットワークを見せております、デビルの3人、ラスコちゃん、これがたまりませんね、はい、デビルの場合は、はい、目がすごい怖いボクサースタイルでやります、今から握手がしたくしょうがない、もう遅い遅い、ね、そして巻き起こるデビルコール、耳を沈んだくデビルコール、思わず耳を抑えました、さあテラサラマ、まあ、あの昭和53年といいましてね、もう相当前になるんですけども、全日本女子プロレスが A 館 B 館と2つに分かれて全国を興行しておりました、その頃 B 館に入って日本に初めて、まあ、あのレスラーとしてやってまいりましたのがこのテラサラマであります、買い上げました、まあやはりねデビル正美にかかってはちょっと相手ではありません、ロープに振られてどうかクロスショット、クロスショットなんかもねメキシコのレスラーがよく使う技の一つであります、やはりこれはブル中野が出てこないことには相手になりません、ジャガー亡き後はこのデビル正美が現在頂点に立っているレスラーです、まあしかしこのブル中野もですね、アメリカ特にニューヨークマジソンスクエアガーデンでは大活躍でした、成長の後目覚ましいというブル中野であります、
宮本さんにですね、日本に帰ってからまた新しいブル中野を見せますというのは約束をしたそうですね。本当にね、はい、マディソンでもね、あの大きなあの世界のもう伝統でですね、もう本当に物おじもせずね、はい、堂々とあの試合をやってましたよね。そうでしたね、はい、関係者の評価がまた一段と高まったブル中野であります。しかし今日の相手はデビル雅美。さあデビルもブル中野には容赦がありません。決定的に。そして今小松がありました。さあ小松が一気に飛んだ。顔面にね飛んでますよ。これは小松美香思い切ったフライング技であります。そしてロープに振っていった。体当たり。さあ今度は長友からっこが一歩に出されました。長友がいった。一気に飛んで回転エビ頭。しかしちょっと体が違います。さあ2人攻撃はどうでしょうか。強烈なキックが入りました。力を合わせ、そして呼吸を合わせてまたキック。2発入っております。さあ小松長友のコンビです。2人ブレンバスターです。この辺りは見事な3連発。いいコンビネーションを見せております。しかしこれからがちょっと難しい。とどめを刺すということになりますとね、長友はやや苦しいです。そしてまたメキシコの2人が入ってまいりました。今日の大阪城国際文化スポーツホール6人タッチマッチが賑やかに行われております。そして場外戦になった。ブル中野が場外に降りております。あっと、そして6人の選手が場外だ。今長友かな子がやっとリングに上がってきた。そしてブル中野と対戦しております。さあどうか、ドロップキック。さあ起きた、起きろという長友かな子。さあ一発二発、そして3連発であります。3発目入った。あっと長友今であります。さあブル中野ゆっくりと反撃に移ります。軽々と買い上げて今マットに立ちつけました。そしてブルが1段2段上がりました。あーっとどうかどうか。あーっと強烈顔面にギロチンドロップが炸裂いたしました。そしてバックを取ってそのままどうか。バックドロップ誠に強烈。3つ入った。どうしようもありません。ブル中野必殺。やはり貫禄ですよ、ね、いやしかしすごいバックドロップです。何かあの後ろに投げ捨てるような感じでね、バックドロップを送ったのは長友ですか。はい、そうですね。いや長友が心配ですね。体重差もすごいでしょ、今のは本当に宮本さん言ってましたけども、ちょっとあの迫力のあるバックドロップですね、はい、後ろに思い切って反動をつけて投げ捨てるようなバックドロップでした。これは後頭部を打ちましてね、意識朦朧としております長友。本当に心配ですね。あれあの後頭部を打ってます。首のあたりはまだ抑えております。まあデビルの髪がいたんですけども、やはりブル中野に長友かな子が捕まってしまいました。6人タッグマッチ30分1本勝負、ブルー中野、チェラ・タラサ、そしてスレイマの快勝に終わりました。超かわいいムービー誕生。どうやら美味しい缶ビールがはっきりしてきた。札幌カンナマ。ニキビが気になってデートをすっぽかしちゃったというはじみちゃん、ちゃんとクレアラシでしとけば今頃は枯れた。本気で直そうぜニキビのお薬クレアラシルとクレアラシルソープ。スピークワードワイルドのアイコンはラーク。スピークワーク。意味なるものには音がある。
ドイツの味わいシャウエッセン日本ハム。あの笑みがここんとこワープロに夢中、お利口しちゃって。パソコンもできるナショナルのワープロパソコン。コクスピュージュワジュワコクスピュー、爽やかエブリデイコクスピュー。コクスピュー、やりどんやりどん、やりげたやりげた、やりマスクやりマスク、やりメガネ。仕事に生かそうあなたのやりがい。就職情報。見事ですね。これが手作りですか。お口に合いますかどうか。さ、召し上がる。新鮮なうちにさ、どうぞ。さ、そうですか。我が家で手作り、アタリアの種。ウィンタースポーツホール、これから30分日本勝負、フジテレビ体操だけジャパングランプリが開始されます。このジャパングランプリはデビル雅美、ガイウネサアスカ、長代千佐、大森ゆかり、山崎美月、舘野紀夫、小村由美、そして小松美香、長友佳菜子、長堀和江、ダンプ松本、古中野、コンドル斉藤、そうそうたるメンバーが名を連ねております。その開幕第一戦です。まず青コーナーに長堀和江が登場してまいりました。今日の相手が小倉由美であります。今参加選手をご紹介いたしましたが、宮本さん、このジャパングランプリ86は、まあ、あの1対1のシングル戦が興味なんですけども、特にですね、例えば今日いきなり対戦する小倉由美、長堀和江、これはあのパックのチャンピオンチームですね。そうですね。クラッシュギャルズの直接対決も当然あるでしょうし、あるいはあの JB エンジェルスですか、山崎美月、舘野紀夫といったコンビがですね、真っ二つに分かれて対戦するという面白いカードが目白押しなんですね。そうですね、はい、まあ、あの年に一度のね、そういう一騎打ちが見られるという点でね、本当に楽しみなあのシーンですよね。そうですね、こういったジャパングランプリが全国を縦断しながら、これから試合が続いていくわけであります。お互いに手を取り合って泣いた今2人が、こうして今度はまた新しいシリーズで新しい対決を余儀なくされております。まあ、この辺りがあの格闘技の厳しいところなんですけどもね。しかしあの気持ちの上でパッとあの吹っ切れるもんなんでしょうかね、宮本さん。それはもうあのマットに上がればね、はい、やはりあの、まあ、戦う本能と言いますかね。これはあのクラッシュギャルズにも、あるいはあの JB エンジェルスにも言えることなんですよね。はい、さあ試合が始まりました。30分日本勝負、フジテレビ体操だけジャパングランプリ開幕第1戦であります。小倉由美、長堀和江の対戦です。まあ、この2人はあの夏木さんね、はい、小倉由美がやはり先輩なんですよね。はい、しかし長堀和江もですね、この小倉由美と組んで念願のタッグのチャンピオンベルトを取りましてね、私たちとしてはこの2人のコンビ良かったなと思ったんですけども、はい、今こうしてまた、1対1になって戦わなくちゃいけないっていうのが、格闘技の世界の厳しいところですね。本当何回見ても、ね、いつも思うんですけど、本当そういう時のこの胸中たるや ねこれはやっぱり格闘技に生きるもんしか分からない、ね、また逆に言えば勝たなきゃいかんもんなんでしょうね。そうそう、絶対宮本さんに聞くとね、さっとあの気持ちの何か切り替えができるっていうような
話ですけども僕らはこだわっちゃうんですよねできるのかななんて思ってね僕は白さんと対決するように僕もこだわりますいやいや安子ちゃんね、はい、まあ、安子ちゃんは女子プロレスラーも一人一人について詳しいんですけどもね、はい、改めて大倉由美それから長堀和恵ね、はい、どういう風に見てますかなんかもういつもはねお友達みたいな感じなんですけど、はいはい、こうやって見るとすごいなと思いますね、うん、特にゴンゴン小倉由美ちゃん私と同い年なんですねあーなるほどねもうすごい貫禄があって、はい、なんかすごいなっていうだけなんですけどねなるほどねそういえばゴンゴンなんてねあだ名でねあれゴンゴンってなんで言うのなんでかわかんないんですけどね、はい小倉由美ちゃん、どっからゴンゴンって来たんでしょうか、ねはいまあ、新人でデビューしてすぐにゴンゴンというあだ名がついてね、うん、なんとなく昔はもう少し大人なんていうのか男っぽい感じだったのね、うんはい、なんとなくゴジラ君に似てるような感じするんですけどねはいまあすぐに女の子同士ですからねあだ名がついちゃうわけね、うん、選手にはねいろんなあだ名があるようですよ伸び盛りと成長盛りっていう時の感じからいくとこの2人なんか今はどういう段階なんですかねやはり長堀和恵選手とそれから小倉由美選手は、はい、お互いにねちょっと壁にぶち当たってましたねその壁を突き破ったのがやはり、はい、タッグのチャンピオンベルトを取った時点でしょうね宮本さん、はい、そうですね、はい、そして今年は大きく飛躍の年を迎えただけでやります腕を持ってロープリフトこの辺り長堀鮮やかな逆襲であります足が飛んださあキックの回し蹴りが飛んでおりますそしてエルボーだ長堀鮮やかカウントが2つ入りました今の長堀の逆襲はなかなか見事ですね、ねもう非常に効果的ですね切れ味がありましたね、はい、そして今度は小倉由美逆転だ逆転の技を入れました見応えがあります小倉由美長堀和恵の一戦です30分一本勝負ジャパングランプリの開幕第1戦であります。さあまたカウントが2つ入りましたレフリーがボブ矢沢マイターのブリッジもですねなかなか見事柔軟なものを持っております長堀和也です気合いものとも投げ飛ばしましたまたカウントが入りました、まあ、長堀という人はどちらかというとブリッジが今一つなんですかねそうですね、腰を痛めたりしてますからね、はいはい、しかし今のブリッジなんか見てますとねなかなか前よりもやはり思い切って使えるようになりましたお互い肉傷の激しさでは定評があります小倉と長堀しかもキックワラを山崎輝友さんに習っておりますあ今度は新アタックそして回し蹴りコーナーにちょっと捕まってしまいました先輩の小倉あっと小倉も反撃に転じます お互いに相手の動きは読み尽くしておりますご覧ください円錐切り見事に決まりました後頭部を捉えましたさあそしてエルボーを落としております小倉由美今レンズもなかなかいいタイミングですね、そうでしたねなかなか見応えのあるシール戦を展開しております小倉長堀ですカウントが2つ入りましたハローしてブリッジで逃れております長堀和恵今日はいい試合です、なかなかね中身の濃いね試合です ね、うん、やはり全日本タッグを取ってね、はい、勢いに乗ったこの2人がね一騎打ちなんですけども非常にやっぱり気持ちの乗ったね本当にいい試合やってますねそうですねさあまたカウントが入りましたブリッジがちょっととね言われておりました長堀和恵でありますが今日はなかなか見事なブリッジを見せておりますさあ小倉入ったブリッジが飛んだこれが長堀和恵の得意技でありますさあキック一発形勢が逆転だまた飛んだお腹に入っておりますさあ勝つという長堀であります長堀のペースになりました小倉これは十分に警戒しなくちゃいけません強烈顎の後に入りましたいやよく足が伸びておりますそしてボディースラムから今抑え込みに入ろうやられてますねしかし簡単には決まりません、まあ、今の技がねやはり長堀としてはですねもっともっと続けば面白いんですけども そうですね抑え込まれましたね、はいまあ、今切り札のね、はい、キックの連続技でしたよねさあ今日は小倉はあえてですねやはりキックできた場合キックで受けずにですねサッターのグランド技に持っていきますね、はい、この辺りは先輩小倉なかなか冷静な試合運びであります
いや対等にキックでやったんじゃねちょっと勝ち目がないというふうに見ているんでしょうか。さあしかしまた長堀キャンピングがキック攻撃から今度はどうしようというのか。おっと、あ、足の文字ではないんですけどもね、足を固めております。そしてもう一度足を持ちました。さあ今度は足を文字に行こうとしております。さあどうか、入るか、足を文字に入った足を文字を見せました。ちょっとポジションは悪いんですけども足を文字がっちり入りました。いや、これはね、今やすこちゃんが思わず痛い痛いと言ってますが本当に痛い技。うわ真っ赤になった。ゆみちゃんの顔だけが赤くなっちゃって。そうなんですよね。足4の字がっちりと入りました。ポジションは決して良くありませんがちょっと小倉ゆみ苦しそうであります。今カローセロープに捕まりました。これはロープレイクでしょう。ボブ矢沢がロープレイクを命じております。やはりもう少し真ん中でかければよかったという感じでしたね。そうですね、まあしかしあまり足4の字を見せたことがありません長堀和江であります。まあ今日は開幕第1戦新しいシリーズの開幕第1戦大阪城ホール選手たちもですね1ヶ月近い休みの間にいろんなあのトレーニングを積んでやはり新しい技を身につけてますよね。本当にね、はい、この試合見てましてもねやはりあの工夫したなっていうそういう点があの随所に見られますね。そうですね、はい、小倉院もね先ほどまでは相当に余裕があったんですけども今の足4の字で相当スタミナを消耗した感じですね。膝もサポーター巻かれてますけどね、はい、やはりああいう攻撃を受けますとねちょっとあの動き封じられますね。そうですよね、はい、左下にサポーターが巻かれておりました。大井で1点してフライングボディアタック。この当たりがうまいところではあります。そして今ロープに振った。さあ今度はどうかジャンピングにアタック。さあ得意技が出ました。もう1回ジャンピングにアタック。強烈であります。いやーこれは完全に左の肩の当たりに決まっております。トップロープに上がった。さあ長堀ハスター危ない、ハスター危ない、一気に飛んだ。キックが入った。ミサイルキック命中であります。そして上から抑え込みに入る。さあどうか、いやー体を真っ赤にして懸命にこらえました。今のは強烈でしたね。一気に決まるかと思いました。しかし長堀顔を真っ赤にしてこらえております。さあ今度はダブルアームスープレックスの体勢に入りました。大技を連発いたします。小倉由美さあ気合いを後ろに投げ飛ばした。なかなか綺麗なダブルアームですね。いいですね、はい、一気に決めに行こうとしております。さあどうか、まだこらえるか。さあ決めに行った、入った入ったか。いやいやわずかに肩が上がった。すごい微妙なタイミングですね。微妙なタイミングですね。今3カウント行ってもよかったね、はい、かなという気がしますけどね。3つ入ったかと思ったんですけどもね、わずかに逃れました長堀。さあ長堀、いやしかしこれはですね九死に一生を得ました。はい、もうこれでねまた盛り返してほしいですね。大きなチャンスですね。長堀組み込んでドロップキック、カウンターになっております。髪の毛を掴んで、さあショルダー2で後ろに落としました。そしてあーっと今度はエビが危なかった。体勢が1点。今度は小倉由美、もうなんか綱引きやってるみたいですね。本当ですね、一進一退。さあこれはどうでしょうか。これまたカウント2でやります。見応えのある30分1本勝負です。顔面真っ赤、小倉由美場外に転落、追ってきました。長堀場外に追ってきました。放送席の前だ。さあどうか、向こう側鉄柵に差し付けております。長堀場外戦では完全に小倉由美の投手を上回っております。小倉由美がちょっと宮本さんおかしくなってますね。右肩なんか押さえるようにしてますね。ちょっと右肩がおかしいでしょ、肩ちょっと痛めてますね、ですから抑え込みに力が入らなくなってしまいました。場外で一息入れました小倉由美。まあ、だいたいあの打球の古傷を持ってる選手ですからね。そうなんですね、はい、さあキック攻撃でなんとか新しい展開を作ろうという小倉由美であります。お腹を押さえてます。
後ろに落としました。あ、相当にお腹が苦しそうであります。長堀和江、先ほど強烈なキックが入っております。さあもう一回ロープに振って、今度はどうか、綺麗な回し蹴りであります。ヒールキックが入って、これはどうでしょうか。あ、これまた左足を伸ばしました。顔面真っ赤、長堀を押されております。まあ、あの表情を見る限り、やはり長堀の方が相当苦しそうなんですけどもね。しかし状況は耐えている。カウントが入りました。これまたカウント2であります。先ほど20分経過が場内に告げられました。もうすでに3分の2を進めております。選手にとっては一番苦しい場面です。いやー、安子ちゃん、しかし本当に2人ともね、もうこれどちらが勝ってもですね、負けてもね、いい試合ですよね。そうですね、はい、決まりそうになるとブリッジで盛り返す。はいはい、オグラインもやや攻めあぐむ感じでしょうか。攻めてるんですけども苦しそう、顔を真っ赤にしてこらえる長堀和江。いい試合です。いい試合ですね、おっと今度は足4の字、足4の字のお返しが出ました。先ほど足4の字を食いました大倉弓、チャンスを見てさっと足4の字に入りました。いやー、これは長堀にとっては苦しい。ポジションもいいですね。なかなかいいですよ、はい、どうか。あ、いいタイミングで足4の字が入りました。長堀なんとかこの足4の字を逃れたいところであります。もう20分過ぎて、あの疲れもね、そうですね、溜まってますからね、はい、ここであの非常に効果的な攻めですよね。あ、足4の字がしっかりと入りました。タイミングも良かった、ポジションもいい。これは相当長堀にとっては応えるでしょう。力としてはどっちの方が強いんですか。いやー、やはり小倉の方が強いでしょう。力は小倉があります。風ちゃん一生懸命走そうとするんですけど、少しなかなか倒したもんだ。ローリングしてますね。ローリングしてなんとか逃れるか。さあかけている方もこうなると苦しいところであります。しかしまだちょっとロープに手が届きません。あっと、かろうして今右手がロープに届いた。届きましたね。さあどうか、まだロープブレイクではありません。これでロープブレイクでしょう。あっと、なんとか逃れました。ああ、場外に逃れました。足がねほとんど効いておりません。ああ、真っ赤になってます、真っ赤になってます。これは効きましたね。夏木さんのところが一番近いんじゃないですか、はい、なんか座り込んでしまいましたね、ちょっと立てなくなりましたね。ボブ矢沢のカウントがついております。なんかこう固まっちゃったみたいなところ、ね、そうですか、はい、右足ですね。右足ほとんどまだしびれて効いておりません。さあ今14-15になりました。16にあります。今ようやく入りました。しかし待ち受けております、先輩小倉弓。さあ小倉弓、最後のこれから料理にかろうというところでやりました。長堀、長堀執念の反撃、闘志の反撃でやります。これは大したもんです。長堀は今小倉をロープに振って、ドロップキック、ドロップキック。さあ足は十分に効いているんでしょうか。ボディースラムから抑え込みの体勢に入ろう。しかしこれは小倉弓懸命にこらえました。何かとどめを刺そうという小倉弓だったんですけども、そのですね規制を制して反撃に移りました。長堀風、大したもんであります。いやー、20分をすでに過ぎております。なかなか勝負がつきそうにありませんよ、これはねえ。はい、もうこうなったら引き分けにね持ち込んでもらいたいような気がいたします。全日本のタッグチャンピオンチームが今シングル戦真っ向対決であります。先輩小倉弓に対しまして後輩長堀和江、しかし今日は大健闘。さあこうなったら両者負けられません。髪の毛を掴んで、しかしまたすぐに長堀反撃に転じました。両足を掴んだ。さあどうするか、おっと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 、あー今度は小倉弓反撃だ。もうお互いにね執念と執念のぶつかり合いになりました。ロープに振った、小倉がいった、いいアタック。今首のあたりであります。喉元に炸裂しました。さあ必殺のいいアタックであります。これは小倉弓大きなチャンスを使いました。立っているのがやっと長堀、大ピンチ、長堀ピンチ。今度はボディに炸裂であります。
なるほどね、一発を首に入れて喉元に入れて今度はボディに炸裂、そしてトップロープに上がった小倉由美、さあどうとどめを刺そうというんでしょうか。長堀大ピンチであります。長堀空前の楽しみだ。これは空振りです。今度は北を打ちました、右の北を打ちました。妙な体勢で今マットに沈みました。今度は長堀、長堀がチャンスを使いました。一気にとどめを刺そうといたしました小倉由美、空振りに終わってしまいました。もう5分を切っております。残り時間3分ぐらいでしょうか。あるいは大倉に、あるいは長堀に、大阪城国際文化スポーツホール大変です。文字通りの熱戦です。まあ、今日はシングル戦の宮本さん、本当に面白さを十分に堪能させてくれてますね。本当にね、はい、この小倉長堀のね、もうこういう中堅クラスがね、これだけの素晴らしい試合をしてくれるんですからね、はい、しかも開幕第一戦です。ジャパングランプリ86開幕を飾るにふさわしい長堀風小倉由美の熱の入った一戦です。もうお互いにフラフラでしょうね。えなかなかあと3分になってですね、コールを取るのは難しいかもわかりませんね。宮本さん、そうですね、はい、インディアンデスロック、足を固めに行きます長堀風。まあ確かにね、今あの膝を痛めております、膝を打っております。小倉由美にとってこのインディアンデスロックは本当に苦しい技、しかしこれだけでホールを取ることはできません。これを布石としてどう長堀がホールに持っていきますか。時間はほとんどありません。お互いにもチャンスは1回1回あるかないか。あーもう28分経過がつけられております。あと2分になりました。さあ今のインディアンデスロックを布石にしてどう長堀勝負を決めていくか。これが最後のチャンスか。この結果空振りでした。やはり小倉見てました。さあ足を引きずるようにして小倉もおそらくこれが最後のチャンスであります。小倉ロープに振って、さあ長堀をどうショートドロップキック、これは入りました。しかし小倉もね足を痛めてますんでね、なんかずっと足が絡みましたね。そうでしたね、何か妙な形になりました。お互いにちょっと足を痛めたか。さあ小倉と長堀どうか。キックが飛んだ、キックが飛んだ、キックを飛ばしております。小倉由美、長堀がもんだり打って仰向け、さあ踏み抜きを掴んだ。ほとんど時間がありません。ヒールキック、さあもうあと1分になりました。あーお互いに回し蹴り、お互いにヒールキックを飛ばしております。フラフラです、もうフラフラです。さあこうなったらお互いの持ち場だ。キックを飛ばすしかありません。キックの相打ち、もう宮本さん本当的にキックが出るんでしょうね。そうやはり、はい、一番自分の得意とする技ですからね。そうですね、はい、今エンジンに一発決まりました。さあそしてロープに振った長堀がいった、回し蹴り、強烈なカウンターであります。さあ上から上から、ああしかしちょっと決まりそうにありません。すでにもう30秒を切りました。大阪城ホールであります。死闘を展開しております。小倉長堀一騎打ち、ラスト20秒になりました。さあどうか、劇的で最後に決まるか。いやしかしこれですぐにね抑え込みの体勢に入れません。もう抑え込みの体勢に入る力がありません。小倉由美と長堀、ラスト5秒だ。バックを取った、一気に最後バックドロップ、そしてあっとここでゴングが打ち鳴らされました。しかし時間いっぱい、本当によく戦いました。小倉と長堀、やすこちゃん、これはもう心から両選手に拍手を送りたいですね。はい、よく頑張りました。そうですね、夏木さんもそれからね桑田やすこちゃんも今前線検討した両選手に心からの拍手を送っております。本当に宮本さん、シングル戦としてはですね、真似で見る好試合ですね。何か、ねはい、2人がね本当にあの一皮むけたような ね、 うね、素晴らしいあの30分間の戦いをしてくれましたね、はい、そうですね、試合が終わって今、あやはり何かあのタッグのですねパートナーに踊ったような感じでお互いに前線検討を伝え合っております。本当によくやりました。満員の大阪城国際文化スポーツホール両選手に惜しみない拍手を送っております。
キリンビン生。快適の極地です。三電カーエアコンレザム。三電かおりちゃん、かおくんとお留守番しててね。ママの声だ。ただいま。今日東紅茶でおしゃべりゾウさんプレゼント。朝の朝する人の朝のシャンプーできました。とってもおはようございます。スタイリングしやすいモーニングフレッシュ新発売。初めて会ったのに親友だと思った。贈ります、サントリーホワイトフロスティーグラス。私に愛をください。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ナショナルパナカラー愛新発売。綺麗な愛。大輔くんはフライ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 フロール。お、おいしそうにラリルレロと食べた。フライとビールは雪印。カナダドライジンジャーエール、それはビールでもコーラでもない。ピリッと冴えたハードなソフトドリンク、カナダドライジンジャーエール。街の遊撃手いすず FF ジェミニ。満員の大阪城国際ブリザスポーツホール、クラッシュギャルズのテーマ、ローリングスバットが流れます。そして今、長尾小沢、大米沢飛鳥をファンが呼び入れております。いよいよ 3AA 世界卓球選手権試合60分3本勝負が始まります。そして長尾小沢にとりましては国内復帰第一戦を迎えたわけであります。いやー、あの闘志満々の長尾小沢が今大阪城ホームに帰ってまいりました。燃える長尾小沢、赤い道着、そして冷静なダイオネサースカ、白い道着で登場です。一瞬の静寂の後、これからチャンピオンチームの入場であります。山崎一樹、舘野範夫、 JB エンジェルス、新しくテーマ曲ができました。スタンドインザ稼働。今山崎と舘野のテーマ曲が流れております。大阪城国際文化スポーツホール山地を通ってチャンピオンチームの入場です。大きなチャンスをものにいたしました。チャンス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 3、新しく CBS 3から歌も発売になります。チャンピオンチーム殺走の入場であります。両チームに対しましてファンから花束が贈られております。今日のメインイベント60分3本勝負。いやー、宮本さん、長尾小さのですね、何か興奮ぶり、やる気っていうのがちょっと異常を感じさせるぐらいですね。本当ですね、もうあの雰囲気がね、なんともこう初期だったっていうのもないんですけどね。さあ今チャンピオンベルトがコミッショナーに返されております。まあ山崎舘野にとってもですね、この防衛戦はやはりあの相当の過言はなくては戦えないんではないでしょうか。クラッシュギャルズ長尾千草が帰ってまいりました。
国内復帰第一戦、長与千種、実はすでにアメリカでカムバック1戦2戦3戦を戦っております。バスケ140パンド山崎一樹、しっかり貫禄を増しました。そして安定度を増してまいりました。チャンピオンチームの紹介でした。さあ挑戦者チームです。長与両手を挙げて紹介に応えております長与千種。両チームは果たしてどうか。今日国内カムバック第1戦、千種のカムバックでいよいよ生まれる大丈夫さか。まあ紹介を見る限りやはりやすこちゃん、チャレンジチームの方が華やかな感じはしますね。そうですね。でもさっき、はい、いつきさんがクラッシュガイズ2人にベルトを、ね、見せつけてたんですよ。なるほど。すごいなというか、もうリングの上がもう炎でいっぱいみたいな感じ。ああそうですか。はい、いやとにかく夏木さんね、はいはい、まあ人気ではですね、はい、やはりテープの数でクラッシュギャルズの方が上回ってますが、はい、しかし JB エンジェルスもですね、はい、本当に安定して、はい、今ちょうどですね油が乗り切ってるところですよ。もうね今日これクラッシュギャルズがチャレンジャーっていう立場で、そうそう、行く自体は予想しなかったですね。はい、さあ試合が始まりました。どうなるかっとクラッシュ早くもやられました。この辺りは JB エンジェルス誠に鮮やかなコンビネーションだ。一気に飛んだ山崎が飛びました。そして立野が飛びました。先制攻撃はチャンピオンチーム鮮やかでした。ダイオネサーズが入ってきました。早い、いや素晴らしい試合展開です。レスリングはこうなっちゃいけません。早いな、いいですね、いいですね。はい、燃えております。4人の選手、そしてダイオネサースカコールが巻き起こりました。さあ髪挟みからまず先手を取りましたのがダイオネサースカ、首投げに入りました。今日はクラッシュギャルズがチャレンジャーであります。そして受けて立つのが若い山崎一樹、縦の伸びを早くも千種が飛んだ。トップロープから降りました。エルボーであります。縦野に代わって山崎登場。まあ長与千種選手は3月8日ボストンが事実上のカムバック第一戦でした。その後ニューヨーク郊外のタキプシ、そしてマイソンスケアガーデンで3試合を行っておりますが、宮本さん、この3試合をご覧になった感想はいかがでしたか。そうですね、やはり長与千種が本当に復帰してくれて、はい、そしてクラッシュが合体したということが大きかったですけども、やっぱりアメリカ本土に殴り込んでね、それで負け知らず3連勝を飾ってくれた。そうですよね。そしてもうマイソンでも堂々と試合をやってくれてね、はい、本当になんかアメリカで日本の女子プロレスのレベル、実力ってものをね、アメリカのファンに見せてくれたということ、本当に素晴らしいことだと思いますね。そうですね。私たちもマイソンスクエアガーデンで手に汗握って実況放送をいたしました。その長与千種が今国内カムバック第一戦を戦っております。さあロープに振られました長与千種、どうかジャンピングにトップを削る。さあまだいった、強烈なジャンピングにバット、しかし2発目しっかりと受け止めました長与千種。長与千種がですね、マイソンスクエアガーデンの試合が終わると同時に、今度は大阪城ホールですとはっきりと言ってましたよね。もうとにかくね、はい、もう大阪からは本当にデンジャラスになってやるんだと、そう宣言してね、この日のマット上がってきましたよね。ですから今日は長与千種選手の表情が今までとは全く変わっておりました。より戦闘的に、より先鋭化しております長与千種。まあ今宮本さんからもね紹介がありましたが、デンジャラスになってやるんだという長与千種、まさに挑戦者の原点に戻ったクラッシュギャルズと申し上げてもいいと思います。
まあ、ライオネス・アスカ選手もね、はい、やはりマジソン、それをやっぱり今までのクラッシュの一つの集大成だと、まあ、これを折り返しにね、新しいクラッシュとしてやるんだと、そうですね、あの気持ちを新たにして、はい、今日戦ってますよね。まあ、本来チャンピオンチームはクラッシュガールズにとっては後輩チームなんですけども、しかし今日は完全にですね、やはり挑戦者の姿勢を捨てておりませんね、はい、この辺りがクラッシュガールズの一派、そしてこれに真っ向から対決しております。チャンピオンチームも見事であります。素晴らしい動き、夏木さんがうなってます。お前にうなっております。夏木さん、はい、やはり女子プロレスの魅力は、はい、この今両チームが見せているスピーディーな動きですね。そうですね、はい、風車と水車見てるようですね。ねえ、はい、やすこちゃんはね、この試合なんですけどもね、はい、やすこちゃんなりにどういう風に予想してますか？ね、なんかもうどっちが勝つっていうよりも、はい、見ていて気持ちいいっていうか、本当にプロレスを見てるって感じ。あ、いい試合を見せてもらいたい、そういった気持ちですか？はい、そうです、はい。夏木さんはどうなんですか？今日はね、この形でチャンピオンチームのね、はい、動きがやったらもうすごい成長っていうか、まあ、チャンピオンですから成長してるでしょ、はい、今それに今唖然としてますね。なるほどね、はい、チャンピオンベルトがですね、はい、フォーマーの、かつてのフレッシュコンビ、はい、現在の JB エンジェルスをですね、見違えるように指したかと、はい、私たちいつも宮本さんと感心してるんですけどもね、そう思います。はい、本当にチャンピオンベルトの効力っていうのは大きなものがあります。見違えるような動き、単独を待ちました赤コーナーのチャンピオン。しかし山崎一輝に対しまして、バイオネスアスカ必死に仕掛けております。さあ、インディアンデスロックです。足を攻めております。やはり山崎のミサイルキックを封じようという作戦でしょう。この試合は60分3本勝負であります。まあ、しかしバイオネスアスカもですね、長与千佐がいない間よく支えました。精神的にはこの人ほど大きく成長した人はいないじゃないですか、宮本さん。本当ですね、はい、やはりあの紅白の、まあ、4ヶ月ですね、こうして頑張って本当にあの女子プロレスを支えるね、屋台骨としてやってきましたよ ね、 そうですよね、はい、苦しかったんでしょうけどもね、じっと耐えました。ライオネスアースカ、そして今日相棒の長与千佐、本番の日を迎えているわけであります。さあ、チビタコールが巻き起こります。大阪城国際文化スポーツコール、超満員です。まあ、あのここまで小さな動きを見る限りですね、もう右の膝、そんなに心配しなくてもいいようですね。あの本人の動き見てましてもね、全然気にしてないようですからね、したもんですね、まず大丈夫ですよね。精神病院で手術をしたのが今年1月の22日でした。まあ、その後ですね、ちょっとあの南の島に行ってね、トレーニングを積みましたが、すぐにアメリカ遠征が控えておりました。ボストンで第1戦を、そしてニューヨーク郊外で第2戦を、憧れのマジソンスケアガーデンで第3戦を戦っております。そして日本に帰ってまいりまして、今日が国内復帰第1戦。まあ、当然長与千佐としては今日のこの1戦に焦点を絞っておりました。あのテクニックその他はね、完成されたレスラーですからね、はい、心配することはないと思うんですけど、やはり実戦からこれだけ離れてますとね、やっぱりスタミナという面ではちょっと不安ですね。そうなんですね、はい、まあ、しかしアメリカではマイソンスケアガーデンの前にマイアミに行ってですね、特訓をやっております長与千佐。体作りという点では十分に自分の思うようにやっております。さあ、もう1回ロープに振ります。どうでしょうか、ラインをクロスチョップ、そして上から行った、押しかるように行きました、のしかるように行きました山崎一輝。山崎のね、なんか食らいついていくように行くでしょ。そうですね、ああいうところがやっていいですね、はい。そして今長与千佐からバッチリとダイオネスアスカにタッチ、クラッシュギャルズ挑戦チャッピングであります。あっと、今のは強烈でした ね、 ね、右の足思わず抑えました山崎一輝。そして縦野にタッチ、縦野に対してどうか、回転エビ固め、縦野も動きが速くなりました。さあ、今度はどうか、あっとネックブリーカーか、もう一発いった、強烈、何かあのダメアウトみたいな感じのネックブリーカーいってますね、もうタイムラリアットのような感じですね、はい、そうですね。まあ、あの山崎一輝のですね、華麗なミサイルキックが定評があるんですけども、しかし最近は縦の伸びを選手の動きも山崎に負けません、華麗な速さがありますね、本当にあの、そしてまたシンプレックスもね、いろいろできるようになってきましたからね、大したもんですね、
さあちょっと長いお小さ苦しくなりました。縦の森尾がしっかりと長いお小さを攻めつけております。まあスタンドでもいいし、それからグラウンドになりましてもなかなかいいものを持っております。縦野が長い小さを攻めつけております。左手を逆に取って今山田貴之にタッチ。さあ山田貴之どうするか、軽く今インパクト、依然として長い小さの左の腕を攻めております。長屋がたまらずロープを使いました。しかしその手をまたさっと後ろに乗っていきました。ああ長与千草が思わず苦しそうに声を上げております。長与千草の悲鳴がテレビを通して聞こえるでしょうか。おっと今どうしたんでしょうか。あれ今縦野がどうしたんですか。突然何かひっくり返りましたね。今縦野のりおがですね、ひっくり返りましたね。今エプロンから落ちました。どうしたんでしょうか。大丈夫か。縦野のりお選手が今後ろに落ちましたよ。何かね、あるいは後頭部に水をかけておりますね。何か起こったんでしょうか。さあチャンピオンチーム大変なことになりますが、大したことはないようであります。何か朦朧としてますね、縦野ね。ちょっとね、ちょっと縦野朦朧としております。大丈夫でしょうか。さあ山崎が止めるクラッチで決めておりますと、ちょっと長与千草苦しくなりました。長与千草の動きが止まりまして今縦野にタッチ。さあ縦野大丈夫か。縦野今ボディースラム、長与千草を取り付けましてカウントが2つ入りました。おっと今ここでライオネスアスカにタッチ。挑戦者クラッシュギャルズ、今ライオネスアスカにタッチ。ああ先ほどちょっとねエプロンから落ちまして縦野のりお選手大丈夫かなと心配したんですけども、表情を見ましても心配はないようですね。一応大丈夫ですね、はい、あの動き見てましたよね。そうですよね、はい、お互いに相手の腕を役に立っております。あ大丈夫さすか、エルボードロップに圧、そして上から抑え込みの体勢だ。カウント2であります。縦野のりおカウント2。さあ今度はどうか、ブレンバスターか。ブレンバスター高々と使い上げました。綺麗なブレンバスターです。耐久時間の長いブレンバスターです。後頭部を打ちました。さあこれはどうか。まあこのブリッジでは成長があります。縦ののりを、そしてコーナーに持ってまいりまして、今長与千草の登場です。さあ長与一気に後ろに落としました。ああ今なんか見てますと長与千草らしい動きが戻ってますね。そうですね、はい、そしてチャンピオンチーム今縦野から山崎にタッチです。長い髪山崎一樹、本当に若い結びですから、なんか一人が絡み合ってるみたいですね。ああそうですね、はい、おっと足を取りに行きましたのが長与千草であります。さあ足を固めようとしております長与千草。山崎につき我慢します。そして今ロープになんとか逃れます。左手がロープに乗りました。ロープレーク個性トレースロープレークであります。60分3本勝負 3WA のタッグのチャンピオンベルトをかけましたクラッシュギャルズと、そして JB エンジェルスの対戦であります。大阪城ホール脇に湧いております。バックリップ、そして今縦野が何度落ちたら一気に飛ぶ、一気に飛んだ空中ラリアート炸裂。さあちょっと長与千草危なくなった、ロープに振られる。そして山崎大輝危なくなった、強烈足が飛びました。これが長与千草、これがクラッシュギャルズであります。もう一回ロープに振ってどうするか。なるほど、ここで一気に、あーっとなるほど、これを持ってました。ジャイアンツイングが出ます、ジャイアンツイングが出ます。これはアメリカでも大いに受けました。ジャイアンツイングです。投げ飛ばして、さあスープラ飛んだ、クラッシュギャルズのコンビネーション、久しぶりにさえ渡っております。そしてフライングボディアタック、千草が行く、ライオネスアスカが行く。さあタイムドライバーか、
タイドドライバーか、息もつかせません。チャレンジチームの攻撃であります。さあコーナーから一気に正面に戻ってタイドドライバーです。そしてカウントがタイドに近いか、完璧だ、完璧であります。グラッツが完璧に1本を取りました。何か2人のコンビネーションがまさに発達としてました。本当にね、あの2人のコンビネーションでもう完全にもうあのコールを奪いましたよね。今鮮やかによみがえるクラッシュギャルズ、まず1本を先取しました。キリン瓶生。海外へ小荷物や貨物など一刻も早く確実に届けたい、そんな時 DHL にお任せください。 DHL はオフィスからオフィスまで世界中どこよりも多くの国へ、どこよりも多くの都市へ。 DHL のプロフェッショナルがスピーディーに確実にお届けします。DHL インターナショナルエアエクスプレス、あなたはお電話一本だけ。オフィスのおはようネスカフェ。いい仕事へのプロローグ、朝一杯のネスカフェ。オフィスのおはようネスカフェ。朝はコーヒー、ネスカフェ。このカメラには2つのシーンがある。アップも撮れる全自動コニカ望遠王誕生。春は浮き風避けちゃいけよっ、ご苦労さん。日本の幸、長谷園の酒茶漬けです。 I changed my shampoo。 私シャンプーを変えました。拭け取りなのに軽い仕上がり、髪と地肌に With E。 Oh, I could hide 'neath the wings。 時間がある日にはこのビールがある。香りと苦みがニューズです。ニューズビア。脱稿者知られた顔、マクセル UD シリーズ、個性派揃い。セブンの方、セブンの方、大阪城ホール、今日のメインイベント60分3本勝負 CWA の世界タッグ選手権であります。1本を取りました挑戦者クラッシュギャルズ、2本目が始まりました。やすこちゃん、はい、まず挑戦者のクラッシュギャルズが1本を取りましたね。そうですね。でもあのチャンピオンの方もね、はい、頑張ってほしいと思います。そうですよね、動きがすごいスピーディーで、はい、見て気持ちいいし無駄がないですね。まあ結果的に1本を先取されましたが、はい、しかしチャンピオンチームも本当にいい動きをしてますんでね、これから、はい、夏木さん、はい、本当に手に汗握るいい試合ですね。そうです、なんかチャンピオンチームはね、はい、あの勝つ試合をね、十分に知ってるようなあの、はいはい、今のね、これをまたあのチャレンジャーのクラッシャーが、あーっと殴り合いだ、殴り合い、あーっと縦野も、そして内容のサースコを負けておりません。さあ縦野がロープに振って強烈なキックを入れました。ドロップキリア、さあ組み込みを狙ってキックをチャンパーってやります。今度はライオネスアスカのお返しだ、アスカのキックを返し、強烈な一戦であります。闘志が火花を散らしております。強戦中、あーっとキックは空振りであります。今度は縦野が行った、縦野が行った、しかしこれもカウント1が入ったばかり。仕事が登場しました。そして山田が行った、チャンピオンチームドロップキック。さあ今度は翼が捕まりました。トップロープから鮮やかな鮮やかなフライングボディアタックであります。そして今度は徳野がランドオフ、
弾道からどうするか、キックが飛んだミサイルキック。いやまあジャンピングボンというねエンゼルスでやりますが、さあこのまま一気に決めるか、カウント中でやります。飛んでそして爆発しようというチャンピオンクーマー、これは空振りに終わりました。そしてバックを取った一気に、これはジャーマンセーフエッグさん初めて、すごい、いなかった一瞬の隙を突きました。いや長いお審査がですね、18番のジャーマンスープレックスを逆に取りました。本当にね、山崎のあのボディープレスですね、はい、あれを長岡がうまくかわしたんですけど、ちょっとそこで油断してしまいましたね。その不意をつかれてね、本当にしかし見事なブリッジで立野が決めましたね。そうですね、はい、いやさすがチャンピオンチームでやります。今やすこちゃんが言ってましたが、はい、チャンピオンチーム力を見せました。早かったですね、これで1本1本になりました。家族会議でビールは缶に決めました。サントリー缶ビール。エアコンで夏を涼しく、これ常識。長い冬を考えてエアコンを選ぶのがこれからの常識。選んだ価値が冬に出る。エアコン缶なら東京ガス。新しいライスの形、お行儀が美味しくってよろしい。ニューライススタイル日清カップライス。つらいけど頑張ると栄養になる。渡る世間に。会う前に2 in 1でデリシャスなエチケット、レチンが入ってお口すっきりフレッシュアップ。あなただけいい気あげる2 in 1。スピード、技、これがプロレスゲームの決定版。空想してから寝てください。タッグティームプロレスリング、4月2日発売。ベーコンエッグバーガーください。ベーコンエッグバーガーでございますね。ありがとうございました。ファーストキッチン。 I can throw them away。 ジェームス・ディーンは僕にジーンズの着こなしを教えてくれた。 My mind Levi's。 札幌カンナマ。モスの奥様モニター。私物草だからポイッと入れるだけのモスの助かんだ。大切な衣類に切らずに置くだけ。モスの。ラストホールセブンナー。一本、はいはい、森尾ちゃんも千草も頭を押さえてるんですけど、2人とも大丈夫なんですかね。いやこれはねもう精神力だと思いますよね。あと胸トラブルをね相当やられておりますから。さあまず先制攻撃を仕掛けましたのは縦の森尾であります。この辺りはなかなか美しいものを持っております。縦の森尾、後頭部に対しましてねエルボー。長尾千草ちょっと動きが止まった。そして山崎に突っかいこう、一気にトップロープから飛ぶ。さあ一気に飛んだ強烈なキック、一回転してタッチ。ダイオネサスカ登場でやります。山崎に突き、ここを鮮度と攻めまくります。今度はパイロドライバーのお返しでやります。一本目のお返しです。山崎に突き、執念のパイロドライバーカウント、カウント2でした。カウント2でした。強烈だったし、はい、早打ちダイオネサスカ危なかった。クラッシュギャルズ危なかった。さあチャンピオンチームチャンスだ。バックドロップ、バックドロップ、これもプレーに入りました。山崎が上から抑えを止めに行った。左足が伸びてかろうじて逃れました。
いい試合です。さあロープに振って1回転ヘッドバット、1回転ヘッドバット、ローリングヘッドバットは山崎得意中の得意であります。そしてコーナーに振って、あーっと今度はおーっと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 一進一退だ。今度は円陣切りに当てました。ダイアネスアスカロープに振りました。全く油断を許しません。後頭部を打ったのが立野範夫、そして千草登場か、千草登場か、もう一回、さあ、ちょっと晴天が入った、完全にとどめを刺すような晴天であります。さあ、そして抱え上げて、このまま落とすか、このまま落とすか、タイムドライバーか、十分に今落としてタイムドライバー、いった上から抑え込んだ、カウント、おっとっとっと、立野がカウント2でかわしました。またバックを取ってみます。またバックを取った。ジャーダンの返しが出ました。山崎うまかった。今のは山崎うまかった。必殺のジャーダン。山崎がうまく入りました。今の山崎のカットはタイミング良かったですね。はい。そして逆さを抑え込み。また危ない。体勢が崩れました。一本一本から決勝の3本目。果たしてクラッシュか。ケイリー・エンジェルスか。3WAのタッグチャンピオンベルトをかけた一戦だ。アスカ空振りです。さあ今度はチャンピオンチームチャンスを迎えました。山崎一かローフに打った。山崎殺到ため動き、少しバックを取られました。バックを取った。アスカが行く、アスカが行く。さあ抑え込んだ。カウントカットカウント2。山崎こらえました。またバックを取った。ジャーダンが出た。ジャーダンこれは決まったか。これまた数であります。必死にこらえるチャンピオン山崎こらえております。ジャイアンツングの体勢だ。1回、2回、3回、4回、5回、加速度がついた。7回、8回、さあそして決めに行きました。しかしこれはダメか。あーダメですね。今ゴングが鳴りそうになりました。カロースのが出ました。今度はブレンバスター、次々に大技が出ます。次々に大技を出します。クラッシュギャルの挑戦者。ファンが声を揃えます。しかしね、ジェイディ・エンジェルスもなかなか2人のコンビネーションが良くなりましたね。そういう人がね、よく耐えてますよ。思い切って出てるようになりました。もうとにかく耐えに耐えてね、はい、そして逆襲するときはもう早いですからね。そうですね。さあ、とどめを刺そうとばかりに今、千草が登場してまいりました。モールをたる、山崎につき、さあ、おーっと、落とされた、落とされた。これは、これは、意外な反撃であります。山崎、これも空振りであります。挙手を実現した、そしてバックを取った。これがタジャーマンの体勢です。千草がこらえた。しかし、一気に行った、後ろに落としました。ジャーマンからバックドロップになりました。体勢がちょっと崩れておりました。髪の毛を掴んだ山崎一輝、おっとギロチンドロップを後頭部に落としました。そしてもう一発タイドドライバーだ。今日は本当にすごい大技が日常茶飯事。両チームが次々に大技を出す。3つ目か。長いおちぬさ危なかった。ちぬさが危なかった。今度は山崎が出てまいりました。このまま決めるか、エリアを立てて決めるか。これも長いおちぬさ、つらつらになりながらかわしました。さあ今度はちぬさだ。今度はちぬさ、加速のための体勢に入りました。山崎こらえる。しかし完全に加速のための体勢に入った。ステップオーバー、ステップオーバー、重心を落としました。いやこの誘い方も久々にいますね。もうあの長いね、右膝ね、はい、完璧ではないんですけどもね、はい、今誘いやっぱりちょっと遠いしまいましたね。そうですね、はい、まあしかし誘い方に入るだけでも長いおちぬさ大したもんであります。さあ今度は万字が出ました。万字が出ました。山崎につき、今日は両チームともですね、本当にもう持てる技を全て出し尽くすという感じであります。見応えがあります。今度は立野がいざ、回転指が止め、回転指が止め、これもカウント1でした。さあバックを取りました。おーっと、このままこのままいった。さあどうか、いったいった。クラッシュギャングの勝利であります。完全に完璧に決めました。これは長いおちぬさスープレックスとした、ね、
まあ、大事なプロレスではね、はい、これあのタイガー式のモードを作っていろいろ言ってるんですけど、長いおつぐさがですね、しっかりと決めて、もうぴくりとも動きませんでした。縦の伸びは鮮やかでした。長いおつぐさ、大技で仕留めました。まあ、あの1月の5日ですね、はい、新シリーズ、右膝の故障に巻いて、ベルトを変換しましたよね。はい、まあ、クラッシュの栄光が刻まれた、この 3W のタッグベルトだったんですけどもね、はい、今、こうやってもう奪い返しましたね。あの感激度はね、本当にもう我々のもう計り知れないものがあると思いますね。今ね、長与千草がね、はい、ライオンのやつかずにしがりついて泣いてますよ。ね、いや感動的な場面であります。そして明日香の千草の気持ちがよくわかります。長与千草としてはね、今勝った嬉しさと同時にですね、本当にありがとう、明日香が一人でクラッシュギャルズを支えてくれた、それに対する今ご恩返しができた、そういった気持ちでしょう。そしてチャンピオンベルトをかまして、ファンの声援に応えております。やすこちゃんね、え感激ですね。はい、いや長与千草選手がね、何か感極まってますよ、はい、ね、本当にね、はい、まあ、ベルトを持ってね、本当にマットに転がりましたね。本当に嬉しいでしょうね。ベルトを抱いたままマットにね、倒れ込んでしまいました長与千草。今日のこの嬉しさを一生忘れることはないでしょう。改めて今上田晋司コミッショナーが認定証を読み上げております。もうすでにリングの中には山崎樹縦の伸びの姿はありません。しかし改めて今日はですね、チャンピオンベルトを失いましたが、山崎縦の前線健闘にも拍手を送りたいですね。もちろんそうですよね。ダイオネサアスタが、そして長与千草が改めて抱き合います。念願のチャンピオンベルトが帰ってきました。ちぐさにとってはね、本当に本当に嬉しいチャンピオンベルト奪回です。長与がニューヨークでしみじみ言ってました。手術をして病院のベッドにね、寝ている時には何が何でも絶対再起するんだとは思っていてもですね、深夜目が覚めて自分はもうこのままレスラーとして再起できないんじゃないかなと思ってね、何度涙を流したことがあるかと言ってましたね。はい、4ヶ月のね、この空白っていうのはね、本当、はい、いろんな思いがね、今よぎってると思いますよ ね、 そうでしょうね、はい、気が強い小さだけにですね、きっと苦しかったに違いありません。しかし今こんな不安も、そして苦しみも全て消し飛んでおります。ロードチャンピオンベルトを奪回、しかも小さ見事なジャーマンでした。満員のファン総大、満員のファンが立ち上がっています。というとクラッシュギャルズがしっかりと抱き合いました。ファンが待ちになった夢に見たシーンであります。いやー本当に良かった、おめでとう長与千草、大米沢飛鳥。特に千草にとってはですね、宮本さん、ここはかつて、はい、紙切りマッチでダンプの松本に丸坊主にされた思い出のリングですよね。はい、はい、まあ、ここでね、もう大米沢飛鳥とね、心を一つにしてね、はい、ベルトをもう奪い取った、はい、この感激、本当に忘れないでほしいですね。やすこちゃん、やすこちゃんも涙を流して、クラッシュギャルズを祝福してますね。ね、はい、しかしやすこちゃん、やすこちゃんは負けたんですけどもね、チャンピオンチームも一生懸命応援してますからね、はいはいはい、ありがとう。はい、夏木くん、どうですか。僕はね、はい、本当にあの取り戻す、ね、難しさっていうのは勝負の世界に何度も大変だと思うんですけども、はい、同時に今度は山崎と立つのにね、もうチャレンジャーに今度なって、何回でもいい勝負やるんじゃないかなって気がしますね。はい、僕負けたけどもね、はい、今日はあの山崎と立つの前線検討にも本当にあの、はい、拍手を送りたいと思う、はい、とりあえずこれだけね、立派なコール、超満員のお客様を、はい、満足させる今日は一戦でしたよね。いい試合でございました、はい、こういった素晴らしい試合がね、放送できて私も幸せでございます。それではこの辺りで大阪城ホールからお別れすることになります。宮本さん、そしてあの安子ちゃん、夏くん、ありがとう、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。このビッドハドソンシービックセンター、非常に設備の